キッスはアメリカ合衆国のハードロックバンド。アメリカンハードロック創々期から活動する同東海岸を代表する世界的グループとして知られる。早くからロック界にコープスペイントを取り入れ世界観をギミックしたメディアフランチャイズを展開するなど半券ビジネスモデルの先駆けともなった。2014年ロックの殿堂入り。1973年1月に アメリカで結成されたロックバンドで白塗りの化粧と奇抜な衣装でストレートなロックンロール、ハードロックを演奏する。巨大なロゴを中心にした大規模なステージセットで当初より炎やバイロテクニクスを多用している。彼らのファンはキッスアーミーと呼ばれる。キャッチフレーズは You Wanted the Best, You Got the Best, The Hottest Band in the World, Kiss, であり。 1975年のライブから現在にかけてオープニングアナウンスとして使用されている。シングル、アルバム総売り上げは1億1000万枚以上に上る。ジーンポール初期オリジナルメンバーは全員が正式メンバーであったが、ピーター・クリス、エース・フレーリーが脱退して以降のメンバーは契約メンバーであり、法律上は創立メンバーのジーン・シモンズ。 オール・スタンレーの二人のみが一貫して正式メンバーである。ジーン、ポール以外のメンバーは1980年代以降入れ替わりが激しく、この二人の方針に沿わないプレイヤーはたとえ才能があったとしても容赦なくお払い箱にされた。バンドの統一感を大切にしていたため、新たなメンバーを入れる際は長い黒髪かひげは剃っているか。 身長が6フィート以上あるかなど厳しい審査があったという。しかし、金髪のエリック・シンガーが加入した時に、そういう制約から自由になったのだとポールが語っている。ピーター・クリス脱退時にオーディションを受けたドラマーの中に、後に、レインボーに加入するボビー・ロンディネリがいたことは一部で、有名である。また、エース・フレーリー脱退後のオーディションに訪れた、ギタリストには、 成功する以前のリッチー・サンボラー、スラッシュ、マーティ・フリードマンらがいた。メイク再結成以降は加入脱退、再加入再脱退と出入りの激しさも目立つ。1970年、ニューヨーク、ミュージシャンとして契約を目指すジーン・シモンズのもとに、旧知のポール・スタンレーが加わって、ウィキッド・レスターという5人組ロックバンドが誕生する。バンドはデビューを目指していたが、 結局、ウィキッドレスター名義のライブは2回しか行われなかった。1972年にアルバムを1枚制作するの、契約する予定だったエピックレコードに拒否され、お蔵入りとなる。バンドを脱退するメンバーも現れ、そのままの形でウィキッドレスターを継続することが困難となる。新しいバンドでよりストレートなハードロックへの、 路線変更を決意したシモンズとスタンレイは自らバンドを脱退ローリングストーン氏に告知を出していたドラマーのピーター・クリスに連絡しクリスが加入しばらく3人でひたすら練習していたがこの頃から他のバンドとの差別化を図るために顔にメイクをしてみたりするようになる1974年のグループショットシモンズとスタンレイの2人は サウンド面を強化するためギタリスト募集のオーディションを行いリードギタリストとしてエースフレーリーが加入。1973年にスタンレイの発案によりバンド名をキスに改名した。クリスが以前在籍していたバンドリップスからヒントを得たと言われている。現在に至る有名なバンドロゴはフレーリーがデザインしスタンレイが手直しをして完成した。 1973年1月30日に、キスとして、初めてのコンサートを行う。当初は、ただの白塗りだったメイクも、次第に、現在の形に近づいていった。この年、レコード契約をつかむために懸命に活動しながら、その一環として、捨てのあったエディクレーマープロデュースのもと、デモ数曲をレコーディングする。努力が実り、バンドは、 TV プロデューサーをしていたビル・オーコインの目に留まり、マネージャーとして迎えた。オーコインの働きにより、メジャーデビュー契約先は、ワーナーブラザース参加で当時無名の新会社だった、カサブランカレコードに決定、意気込んで、レコーディング作業が行われる。シモンズは、とあるサーカス団員から皮膚きを教わり、コンサートにおけるパフォーマンスとして取り入れたが、 同年の年末コンサートにて皮膚きを失敗し、自らの髪を燃やしてしまい、新聞で、ベーシストは頭に火をつけて、演奏と報じられた。1974年、アルバム、キッスファースト地獄からの死者で、レコードデビュー。強烈なインパクトを与える、メンバー写真のジャケットこそ、注目を受けたが、当初の人気は振るわなかった。キッスとして、初のツアーを開始し、 初めていくつかの TV に出演、あるライブ番組では、シモンズの皮膚きの他に、クリスは、ドラムセットを破壊、投げ落とし、スタンレイは、現在も行われているギターを地面に叩きつけ、破壊する強烈なパフォーマンスを披露した。しかし同年発表された2作目のアルバム、地獄の叫びも、泣かず飛ばずの結果だった。アリーナギグの告知ポスター1975年の、 ステージレコードセールスは思ったように伸びず、悩んだキッスであるが、ライブでは徐々に力をつけ始め、1975年発売のアルバム、地獄への接吻発表に合わせて、大型ツアーである、ドレスドトゥーキルツアーを行う。デトロイトのラジオ放送局は、アルバム収録の、激しい愛を、シングルカットされていないにもかかわらず連日かけまくり、当地での人気が爆発する。 当時、小さな田舎町をツアーで回っていたメンバーは、デトロイトでの人気を知るや、それ以降のツアーをすべてキャンセル、当地での単独コンサートを行うことを決定する。そしてデトロイトコボホールにおけるコンサートを収録した、ライブアルバム、地獄の狂重10キスライブが、2枚組というハンディがありながら全米チャート9位に入るヒットを記録し、一躍人気バンドとなる。日本では、 これまでのオリジナルアルバムを一斉発売し、主要マーケットの一つとなった。翌1976年、ボブ・エズリンをプロデューサーに迎えて制作した、地獄の軍団をリリース。同アルバムからのシングル、ですが、大ヒットする。初の世界ツアーでもある、デストロイヤーツアーは、前年のツアーをも凌駕する、観客動員数を記録した。同年、アルバム、 地獄のロックファイヤーを発売。同アルバムからのシングル、ハードラックウーマンがヒットする。かつて、ボブ・シーガーの前座を担当していたキッスが立場を逆転し、ボブ・シーガーがキッスの前座をするという現象まで発生した。1977年のステージ1977年、スニークアタックツアーと銘打った初来日ツアーを観光。 大阪厚生年金会館、日本武道館などを超満員にする初来日時のツアーパンフレットには演奏される曲目があらかじめ印刷されており、アンコールも含めて綿密に計算されたパッケージショーであることがわかる。4月2日の日本武道館公演では NHK によるビデオ撮影が行われ、後にヤングミュージックショーで放映され、社会的大人気を獲得した。 同年、アルバム、ラブガン、アライブ2発売。ラブガンは、予約で100万枚を突破し、オリジナルメンバーによる、作品歴代最大の売り上げを記録する。アライブにからのシングルカットは、フレイリーが歌う、ロケットライドがヒット。この頃になると、キッスは全米を代表するバンドとなり、彼らの血液を赤インクに混ぜたものを使用したコミックまで発行された。 日本においては1970年代後半を代表するバンドとして、エアロスミス、クイーンと共に、ミュージックライフ誌などで特集が組まれ、大人気であったが、この頃から、バンド内部の衝突も起こり始めた。バンドのフロントマンであり、デトロイトロックシティ、ラブガンなど数々の代表曲を作り歌う、ポール・スタンレー。 皮膚器や吐血などの視覚効果で世間の認知度が一番高かった、もう一人のフロントマンであるジーン・シモンズです、ベスやハードラック・ウーマンといった大ヒット曲を歌った、ピーター・クリス、独特のギタープレート雰囲気で人気を集めたエース、フレーリーの4人とも、自分こそがバンドを成功へ導いたと主張し合っていたという。特にバンドに意見を反映しにくくなっていったクリスと、 フレイリーのフラストレーションとエゴはひどく、成功により、大金を手にした彼らは、次第に酒やドラッグに溺れていく。アライブ2ライブツアー1979年のライブ1978年春、二度目の日本ツアーを行うが、楽屋では物を投げ合い、掴み合いの喧嘩が行われたという。この時バンドの人間関係は、最悪な状態になっていた。 行き詰まったバンド内の人間関係を修復し、現状を打破すべく、またソロ活動を望むフレーリーのためにも、各メンバーがそれぞれソロアルバムの制作を発表。グループは人気絶頂でありながら、当分のライブ活動休止を宣言する。スタンレーは後に、ここでソロアルバムを発表して落ち着かなければ、キッスは確実に解散していたと解雇している。 1978年9月、各メンバーのソロアルバムが同時リリース。フレーリーのソロアルバムに収録されたニューヨークグルーブがヒット。ソロアルバムで自信をつけたフレーリーは、さらにグループからの独立を試行し始める。同年、リミックスを施した初のベストアルバムであるダブルプラチナム発売。この頃には、単にレコード制作、ライブに止まらず、 NBC による映画、地獄の復活の制作、メゴ社から彼らの人形が発売、遊園地、キッスワールドの建設構想など次々、バンド活動以外の企画が打ち出され、ハードロックバンドというよりは、次第に、ファミリー向けキャラクター商品の素材と化していった。1979年、グループとしては2年ぶりのオリジナルアルバム、地獄からの脱出発売。 ソロアルバムの延長のような作品で、スタジオでメンバー全員が顔を合わせることはなかった。スタンレイがデズモンド・チャイルドを見出し共作したシングルラビニュー・ベイビーは、二人が当時のマシン・ミュージック前世のディスコブームに一石を投じようと意気投合して作ったディスコ超ロックで、同ナンバーは世界中で大ヒットを記録した。しかし合わせて行われた、 ダイマスティツアーの観客動員は伸び悩み、やがてキッスは混乱と低迷の時代を迎える。1980年、薬物依存や人間関係、体力的な問題などにより、バンド継続が不可能であると判断した、シモンズ・スタンレー・フレイリーの3人とマネージメントは、クリスの解雇を決定。その直後に、アルバム、仮面の招待制作開始。なお、このアルバムと、 ダイマスティでクリスの代わりにドラムを叩いたのはアントン・フィグである。クリスの脱退は契約上の問題からアルバム発売1週間後に報じられた。前作同様ポップスへの傾向を強めたアルバム自体の評価もかんばしくなく、キッスの人気は急激に下降し、グループは低迷期に突入。しばらくは3人だけで活動していたが、オーディションにより、 公認の2代目ドラマーとしてエリックカーが加入する。アメリカ本国でのアンマスクドツアーは以前ほどの勢いは見られず失敗。主要マーケットであるアメリカと日本での人気は完全に下火へ向かっていた。しかし逆にオーストラリア、ブラジル、ヨーロッパなどでは大ヒットを記録し、この時のオーストラリアニュージーランドツアーは彼らの史上最も華々しい。 ツアーと言われるほど大成功した。この時期のオーストラリアでの大ブームの影響か、現在でもオーストラリアツアーでは必ずシャンディが演奏されている。またこの時期、ソロの成功で自信をつけていたフレーリーのリードボーカル曲を増やすなど、彼を前面に押し出し、親しかったクリスを失い、ソロ思考の強まる一方だったフレーリーをバンドにつなぎ止めようとしていた形跡が見られる。 翌1981年、ニューアルバムの制作を開始。当初はこれまでよりもハードなロックアルバムの予定であったが、制作途中からマネージャーの意向により路線を変更。シモンズが以前から温めていた構想をもとに、グループの歴史上唯一のコンセプトアルバム、エルダー魔界大決戦を完成しリリースする。この作品は、もともと、 ザエルダーという人員原案の映画のために楽曲を書き下ろしていたが、曲が完成した直後に映画が制作中止となり、曲を無駄にしたくないマネージャーとシモンズが映画の本来のストーリーに沿ったコンセプトアルバムにしたというもの。内容自体は意欲的なもので、これまでになかったジョジシフのプログレッシブロックを展開したが、中途半端なイメージの変化で売り上げは 歴代祭典を記録することになる。バンド自体も後のインタビューで、あの作品は失敗だったと語っている。ストレートなロック思考のフレイリーはバンドに興味を失うようになり、新メンバーのカーもこのアルバムの方向性に疑問を呈したという。本作に伴うツアーは行われなかった。この頃、バンド内のパワーバランスは完全にシモンズ・スタンレー組。 V.S. フレーリーになっており、フレーリーの意見は取り上げられることが少なくなっていた。1982年、ハードヘビーへの原点回帰を打ち出したアルバム、暗黒の神話発売。このアルバムのジャケット写真と収録曲の、勇志の叫びの PV、同年発売の日本と、オーストラリア限定ベスト版、キッス・キラーズには、フレーリーの姿はあるが、 バンドに興味が持てなくなった。彼は、レコーディングには、一切関わっていない。フレイリーはジャケット写真の撮影と TV 出演の直後に脱退していた。共作者兼レコーディングギタリストとして起用した、ミュージシャンの一人であるビンセント・クサノが、大半の曲で、リードギターを担当しているため、歴代アルバムの中でもヘビメタル色の強いアルバムとなった。 ヴィンセントの腕はメンバーに認められてはいたが、彼は、正式メンバーではなく、あくまでもフレイリーの代役として、ツアーに参加。本作での作詞作曲や演奏では、貢献度が高かった、ビニーだが、加入後の彼の態度はこの後、シモンズとスタンレーを大いに悩ませることとなる。アルバム自体は現在では、良作とされているが、宣伝効果も虚しく当時の売り上げは、 非常に低かった。なお、ベーバンの暗黒の神話は1985年に再発されたものから素顔をフィーチャーしたものにジャケットが差し替えられた。また、この頃からライブ演奏のテンポが速くなり、楽曲のキーが半音上がる。翌1983年、エース・フレーリーの脱退が公式に報じられた。だが、ツアー契約があったために、 急遽ギタリストが必要になり、ビニー・ヴィンセントが2代目リードギタリストとして加入。アメリカ本国や日本での人気が低迷していた中、反対に人気が最絶頂だった、ブラジルのリオ公演で過去最大の13万人を動員した。ノーメイク時代、地獄の回想期ここで、スタンレイとシモンズは、これまで秘密として隠し通してきた素顔を見せることを、 決死にし、アルバム、地獄の海層のジャケットで素顔を公開した。前作、暗黒の神話のヘビな路線を継承しつつ、よりシャープな演奏を披露したアルバムの内容や、素顔公表による、話題、当時爆発直前であった世界的な、ヘビメタルブームにより、バンドは再び上昇気流に乗り始めた。しかし、シモンズとスタンレーは、 協調性がなく自己顕示欲の強いヴィンセントを解雇することを決定。ノーメイク時代、アニマライズキツアー終了後の1984年、ビニー・ヴィンセントが解雇される。そこで、スタンレーのレコード会社の知人からの紹介で、マーク・セント・ジョンを3代目リードギタリストとして、急遽加入させ、アルバム、アニマライズを完成させる。アルバムは100万枚の売り上げを記録し、 80年代最大のヒットとなった。しかし、ジョンは、アニマライズツアー直前のリハーサル中に難病による関節炎を発症し、プレイが困難になったため、代役として、後に4代目リードギタリストとなるブルース・キューリックが起用される。12月8日には、かつて、地獄の今日重機スライブをレコーディングしたデトロイトコボ、ホールで、ライブ撮影を行い、 TV やラジオで放送した後、アニマライズライブというタイトルでライブビデオをリリース。このライブでもブルース・キューリックがプレイしており、ツアーの初日からステージに上がれなかったマーク・セント・ジョンは3公演のみ参加。結局、マーク・セント・ジョンは加入からわずか8ヶ月で脱退する。1985年、ブルース・キューリックが正式加入し、アルバムアサイラム発売。 そして、1980年代はこのメンバーで定着した。1987年、ハートなどを手掛けたロン・ネビソンをプロデュースに迎え、メタル色を若干薄めて、シンセサイザーを導入した作品、クレイジーナイト発売。大ヒットして、プラチナムアルバムを記録。イギリスでは、チャート4位になったが、プリプロではもう少しハードな音だったらしく。 メンバーはあまり音の仕上がりには満足していない。翌1988年4月に10年振りとなる来日公演を果たし、5月に日本限定の来日記念ベスト版パワーが発売された。また11月にはカーのボーカルで取り直した1976年の大ヒット曲ベスト新曲を2曲収めたベストアルバムグレーテストキッス発売。 1989年、原点回帰を目標にしたストレートな、ロックンロールアルバム、Hot in the Shade 発売。スタンレイが、マイケル・ボルトンと共作した、Forever は、全米8位を記録する大ヒットバラードとなった。また、この頃から、楽曲のキーが元に戻る。しかし、ツアー観客動員数は、若干減り、盛り返した人気は一段落する。 その一方、カーは、心臓血管に悪性腫瘍が見つかり入院してしまう。カーの容体は一時回復に向かったため、キアヌ・リーブス主演の映画、ビルとテッドの地獄旅行に提供した、ゴッド・ゲイブ・ロックンロール・というのバッキングボーカルと PV 撮影に参加したが、1991年11月、手術の回も虚しく多界する。カーの死を痛みながらもバンドはその死を乗り越え、 カーが入院中、大流ドラマーであった、エリック・シンガーを3代目ドラマーとして、正式に迎え入れる。1991年12月、当時の音楽シーンや善良なカーの命を奪った、運命への逆襲の意を込めて、元メンバーのビニー・ヴィンセントとの共作を含むアルバム、リベンジの制作を開始。リベンジは、 翌1992年3月に完成し、5月19日にリリース。アルバムとしては、地獄からの脱出以来実に13年ぶりに、全米ビルボードトップ200のトップ10入りを果たした。1993年、バンドとして安定して演奏レベルの高かったリベンジツアーのライブを収録した、アライブ3発売。1994年、 キッスマイアスツアーを行う。それと同時に、トリビュートアルバム、キッスマイアスが発表される。このアルバムには、エクストリームやヨシキなどが参加している。オリジナルラインナップ左上エース、右上ジーン、左下クリス、右下ポール1995年1月、シモンズ、スタンレー、キューリック、シンガーによる来日公演が行われた。 ツアー初日の大阪公演は、阪神大震災の一週間後であり、被災者に配慮して、炎の使用を控えたほか、武道館公演でリハーサルを録音し、ダイヤル Q2 による被災地支援チャリティを行った。この年2月から、キッスコンベンションというイベントを行い、ファンと直に触れ合う機会を持ったシモンズとスタンレーは、1970年代以来のファンから、 オリジナルメンバーの再結成はないのかと問われるようになる。だが二人は以前からそうした話題が起きる都度否定し、またテレビ局から100万ドルのギャラを提示されて、オリジナルメンバーでの出演をオファーされるも即座に断ったりしており、オリジナルメンバーでの再結成はないと思われていた。しかし、キッスコンベンションの小規模なアコースティックライブにピーター・クリスが飛び入りして、 ハードラックウーマンを歌い、それがきっかけで8月に行われた、MTV アンプラグドでエースフレーリー、ピーター・クリスを含めたラインナップで演奏したことで、ついにオリジナルメンバーでの再結成へと至る。11月、ニルバーナに代表される、グランジロックブームを意識した、カーニバル・オブ・ソウルズの制作を開始。しかし再結成の動きが進行中であり、再結成決定により、 ブルースとシンガーは脱退という事態になり、完成した、カーニバル・オブ・ソウルズは発売の気を意してしまうこととなった。1996年3月、MTV アンプラグドライブの模様を収めた、ライブアルバムとライブビデオ、停電、キスアンプラグドを発売。6月、シモンズ、スタンレー、フレーリー、クリスのラインナップで13年ぶりにメイクを施して、行う。 大規模なリユニオンワールドツアー、アライブ、ワールドワイド96から97がスタート。オリジナルラインナップライブ1997年には、オリジナルメンバーとしては19年お利りとなる、来日公演も実現した。クリスのドラミングには、前世紀のキレはなく、フレーリーの動きも鈍くなってしまっていたが、オリジナルメンバーが再集結し、 メイクを施していったツアーは世間に大熱狂と共に受け入れられ大成功のうちに終了した。1980から1990年代のステージではテンポを上げてスピーディな演奏を繰り広げていたがこの再結成以降は演奏のテンポをオリジナルのものに戻している。1997年10月28日当時出回っていた。 海賊版対策として、おくラいりとなっていた、カーニバル・オブ・ソウルズがリリースされる。しかし、内容は、どの楽曲もポール及び、ジーンの歌声がなければ、キスと判別できないほど、鉄塔鉄ビグランジにおもねった代物で、オリジナルメンバーが大盛況のツアーを行っている、状況でこのアルバムが売れる要素はなく、注目されることはなかった。 無論ツアーでは2020年現在、本作から一曲たりとも一度も演奏されたことはなく、ほぼ本作は存在しなかったことになっている。アライブ、ワールドワイド96から97の終了後、仕切り直しとして、ロストシティーズツアーを開始。コロンバス公園のリハーサル中、クリスがたびたび訴えていた腕の不調が最悪の状態になり、 ドクターストップを宣告される。この日のライブは、エディ・キャノンというドラマーが一夜限りの代役を務めた。オリジナルメンバーでのアルバム発売が望まれる中、1998年9月22日に、サイコサーカス発売。全米初登場3位にランクインした。そして、同アルバム名を掲げた、サイコサーカスツアーは無事成功を収めた。 21世紀突入直前の2000年、キッスは解散を宣言。解散ツアーザフェアウェルツアー2000から2001を開始したが、ツアーが中盤に差し掛かった10月に、クリスが再び脱退、やむなく、ツアーは中断となった。そんなある日、スタンレーが車を車検に出した時に、従業員が30周年ツアーはするのかと聞いてきたことがきっかけとなり、 グループは解散宣言を撤回、永久活動を宣伝する。そして脱退したクリスの後任には、元メンバーのエリック・シンガーが、キャットマンメイクで復帰した。2001年3月、シモンズ、スタンレー、フレーリー、シンガーというメンバーで、ザ・フェアウェルツアー来日公演を行う。11月、貴重なデモやライブ音源を含めた500セット限定の、豪華ボックスセット。 地獄のギターケース発売。ウィキッド、レスター時代の曲や、オクラ入りでも、キッス名義での初ライブ、その他でもやアルバム未収録曲が多数収録されており、マニュア館類のコレクターズアイテムとなった。同時に連価版である、地獄のシガーボックスも5000セット限定で発売。2002年、ソルトレークシティオリンピックの閉会式にて、ロックンロールオールナイトを演奏。 このステージを最後に契約の切れたフレイリーが再び脱退する。フレイリーはソロ活動に集中するため再契約に応じなかった。元ブラックブルーのトミー・セイヤーがフレイリーの代役を務め、そのまま5代目リードギタリストに抜擢された。セイヤーはキッスのトリビュートバンドコールドジンにいた経験もあり、オリジナルメンバー再結成の際には、 自らの初期のギターフレーズを忘れていたフレーリーにフレーズのレクチャーをしたりツアー中もフレーリーが不調の時にギターを弾けなくなったらすぐに代役が務められるようメイク姿で舞台袖で待機していたという同時期にピーター・クリスが再び復帰しエリック・シンガーは2度目の脱退をすることになる2003年世界ツアーワールドドミネーションツアーを行う ツアーの前半は、ルクシモス・マキシムズツアーというツアー名でエアロスミスと、対バンという豪華なものであった。2月のメルボルン公演では、クラシックオーケストラと共演し、キッスシンフォニーと銘打って、生のシンフォニック、ハードロックライブを見せた。この模様は、アライブ4地獄の公共曲というタイトルで、CD と DVD に収められる。3月には、シモンズ、スタンレー、 クリス、セイヤーというラインナップで来日公演を行った。日本ではアライブインジャパン2003と銘打たれていた。この年の10月16日にはロサンゼルスのクラブで発砲事件が発生。偶然に合わせた元メンバーのブルース・キューリックが足を打たれ頭部にもかすり傷を負ってしまう。幸いにも命に別状はなかった。 翌2004年、ピーター・クリスが3度目の脱退。ボストン公演2004年、ピーターに代わりエリック・シンガーが3度目の復帰。世界ツアーロック・ザ・ネーションツアーを行い、ワシントン DC 公演と LA フォーラム公演を収録したライブ DVD、地獄の共演、ロック・ザ・ネーションライブ、発売。このツアーでは、彼女や、すべての愛を、など、演奏されなくなって久しい曲を、 久しぶりに、ステージで披露した。メルボルン公演では、前年同様キッスシンフォニーを披露。この公演では、メイク復活後にセットリストから外された、真夜中の死者と、これまで一度も演奏していない、ステート・オブ・ロックン・ロールを披露した。2006年、クリーブランドのロックの電動博物館前で、ファン200人によるキッスのロック電動入りを要求する、デモが行われた。 十分な資格と功績のあるキッスが、電動に招かれなかったことに対し、ボードを掲げて30分の抗議活動を行った。なお、キッスは何度もノミネートされているにもかかわらず、ラッシュなどとともに、ロックの電動入りを果たしていないことを、最も疑問視されていたアーティストの一つであり、ニュースサイト、をノー o Zay d ントでは、ロックの電動入りしていない偉大なバンドトップ10で、 第2位に選ばれていたが、2014年に、殿堂入りした。同年7月23日、日本独占ツアーライジングさんツアー最終公演の2日間に、うどんミュージックフェスティバルに出演。しかし、ツアー最終日である、富士スピードウェイ公演での集客数は、これまでの来日公演を大きく下回ることになる。この模様は、スカイパーアフェクティビーで放送された。 翌年にかけて1973年から2000年までの貴重なライブ映像を収めたキソロジーシリーズを3巻に分けてリリース。2007年5公演のみのアメリカツアーヒット N ツンツアーを行う。その最終公演であるカリフォルニア公演当日のリハーサル中にスタンレーの心拍数が突如190を超え急遽病院に搬送される。シモンズが 観客に説明し、キャンセルしてやり直すか、このまま続けるか尋ねた結果、この日のライブは、代役も立てず、キャンセルもせず、スタンレーを除く3人で結構することとなった。演奏曲は、シモンズとシンガーで歌える曲をチョイスしたが、ステージに観客も上げるなど破天荒なライブだった模様。スタンレーは、この借りはいつか必ず返すよ、とコメントを残した。 同年4月5日、元メンバーのマーク・セント・ジョンが脳出血で他界。アライブ35ワールドツアー2008年、結成35周年ツアーアライブ35ワールドツアー開始。オーストラリアツアーでは、キステリアというドキュメンタリー風ドラマを撮影した。ツアー前半では、二代目、スペースマンことセイヤーが、初代であるフレイリーの持ち歌、ショック・ミーで、初めて、 リードボーカルを取る。同年8月、現在のメンバー、シモンズ、スタンレーシンガー、セイヤーによって新たに録音されたベスト版、地獄列伝が日本限定発売。2009年、アライブ、35アールドツアーを続けながら、11年ぶりのスタジオアルバムである、ソニックブームを10月6日に発売、バンド史上最高位となる、全米初登場2位を記録した。 初期のキッスコンセプトのように、メンバー全員がそれぞれリードボーカルを取る曲が含まれ、また、スタンレーとシモンズの共作も復活した。しかし、日本ではレコード会社との契約がなされておらず、ソニックブームの日本版はいまだ発売されていない。2010年、ソニックブームオーバーヨーロッパツアーと、ザホッテストショー ON アースツアーで、ヨーロッパとアメリカを精力的にツアー。 2011年4月新たなスタジオアルバム制作に取りかかる。同年10月、初の試みであるキッスクルーズをマイアミで開催。貸し切りの豪華客船上でアコースティックショーを含む3回のライブを行った。船上ではハロウィーンパーティーやファン同士の交流も行われ、メンバーも参加したファンも満足するものとなり、すぐに翌年の開催が決定され、以降は、 恒例行事となった。ザツアー2012年3月にモトリークルートのダブルヘッドライナーツアーザツアーを発表。7月2日、新たなスタジオアルバム、モンスター地獄の重心からの第一弾、シングル、ヘルオアハレルや発表。7月20日から10月1日、ザツアーでモトリークルートともに北米と南米でツアーを行った。10月10日、 3年ぶり20作目のスタジオアルバム、モンスター地獄の重心発売。全米ビルボードトップ200で初登場3位を記録する。アルバム制作自体はもっと早く終わっていたが、レコード会社との契約に時間がかかったため、発売が遅くなった。しかし、それにより、日本版も無事発売となった。 2013年10月、前年11月から続く、モンスターワールドツアーの終わりに、7年ぶりとなる、来日公演を行った。ファンイベントを行ったり、ファッションショーや TV の音楽番組に、生出演したりと、今までとは違う行動が多数見られたが、ライブでは、すべての会場で、スパイダーセットと共に、バンドの底力を見せつけた。 10月24日の武道館公演は、ワウワウの生中継で放送され、同時に、全国の4シネマ30劇場で、同時上映、収益金は、東日本大震災の被災地支援団体に寄付された。2014年4月、ロックの伝道入りを果たす。式典には、オリジナルメンバーが、一堂に会したものの、伝道側との問題により演奏は行われなかった。 プレゼンターは、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンのトム・モレロが務めた。6月23日から、バンド結成40周年記念ツアーであり、デフ・レパードとのダブルヘッドライナーである、ザ・キッス 40TH ・アニバーサリーツアー、ヒーローズツアーが大盛況のうちに行われる。2015年、モモイロ・クローバー Z とのコラボレーションを行い、 桃色クローバー ZVS キス名義でシングル、夢の浮世に咲いてみなをリリース。2015年3月3日には、来日公演で、桃色クローバー Z が、ゲスト出演。オレゴン州軍楽隊とコラボ2016年、オレゴン州のアリーナ級ライブで、同州軍警備隊の軍楽隊とコラボして、話題となる。また、翌年に、同地域のチャリティーイベントで、 久しぶりとなる、ノーメイクでのパフォーマンスを見せた。2018年、来年度からのワールドツアーをもっての活動停止を発表。2021年7月の地元ニューヨーク公演が最後になると伝える。2019年、ファイナルツアー、エンド・オブ・ザ・ロード・ワールドツアーを開始。年末の来日ツアー及び第70回 NHK、紅白歌合戦の客演が、日本では、 最後のパフォーマンスとなる予定。2020年、世界的に大流行した新型コロナウイルス感染症拡大の余波を受けて、ツアーのスケジュールが変更され、最終公演は2022年以降に持ち越し。各メンバーがメイクした姿は、ペルソナと呼ばれ、それぞれ名前とキャラクターが与えられている。上記の設定は1977年からのもので、 それ以前、ジーンのキャラクターはザ・ドラゴン、ポールのキャラクターはザ・ラバーと呼ばれていた。その他、ポールはごく初期の短期間だけ、カサブランカ社長、ニール・ボガートの要請により、バンディットメイクをしていた時期があるが、当人が気に入らず、すぐ、右目星型メイクに戻した。本業の音楽以外に早くから、 半券ビジネスに目をつけ、マーチャンダイズで成功した音楽グループの先駆けでもある。バンドの世界観やメンバー4人をキャラクター化したものをグッズ販売やメディアフランチャイズで展開し大きな収益を得ている。これまでのグッズは通算で5000点以上、アリライセンス事業も手掛け、工業収入は往年のビートルズやエルビス・プレスリーを上回るとされている。 グループのマーケティングに関しては、主に、ジーン・シモンズが、決定権を持つ。ジーンはインタビューで、女性受けするアイドル的スタイルだと一過性で終わるが、男性が憧れる存在で成功すれば彼らは、最後までついてきてくれる。だから、アメリカンヒーローのようなペルソナメイクのキャラクターを、作った。そこから、商標化のアイデアが生まれた。また、ファンの購買意欲を沸かすような、 クールであるかの見極めも重要だ。世界的には大成功していないグループでもロゴが売れた例は数多くある。だから、たとえ有名ブランドであるとしても必ずしも商標ビジネスには直結しないと明かしている。1975年頃の反則ポスターデビュー、当時からメンバー全員が顔面白塗りの奇抜なメイクをしていることで有名だった。 当初のバンドのコンセプトはアメリカ版ビートルズであり、楽器の編成も同じでメンバー各々のにリードボーカル曲がある。ただし、ビニーはデモ段階の一部の楽曲ではリードボーカルをとっていた。日本においてはアルバムの放題が地獄シリーズであることでも有名。セカンドアルバム地獄の叫びに最初から 地獄の叫びという日本語のタイトルが付けられていたことがきっかけとなり、後に初期の3作が日本でまとめて発売された際に地獄とは何の関連もない現代のアルバムにまで地獄のという放題が付けられることとなった。ことステージにおけるジーン・シモンズの過激なパフォーマンスの鮮烈さも相まってややもするとまといた役であると解釈される場合もあるが、 しかし、シモンズが上述の自伝の中で述べている限りでは、ステージで行われる数々のパフォーマンスはあくまでも、ショーにおける、アトラクションという位置づけにあり、キスというバンドのコンセプトと地獄に、直接の関係はないとされる。1970年代の日本の雑誌のインタビューでは、バンドのメイクに、歌舞伎の影響があったと書かれていたことがあったが、ジーンの自伝、キスメイクアップにおいて、 メイクが、歌舞伎から発想を得ていることを否定しており、ポールも後の度重なるインタビューで否定している。使用されている、日本語人の怪獣型ブーツなお、2枚目のアルバム、地獄の叫びのジャケットに日本語が多数使われているのは、撮影を担当した、ノーマンシーフのアドバイスによるもの。ノーマンは当時日本で、横をただりと知り合い、その影響をこのジャケットに反映させた。 ジーンは、恐怖映画やゴジラのファンであり、有名な怪獣型ブーツはゴジラがモデルである。現在のメディアでは、1980年代は、低迷期だったという扱いをされているが、売り上げが低かった作品は、1980年、仮面の正体、1981年、エルダー魔界大決戦、1982年、 暗黒の神話の1980年代初期の3作品に止まっており、北米以外の海外ツアーでは相変わらずの大人気を博していたため、データ上を見る限りでは一概に低迷期とは言えない。1983年素顔で発表した地獄の階層、1984年、アニマライズ、1987年、クレイジーナイトではプラチナムを取っており、 素顔でも常に第一線で活動し続けていた。ポール・スタンレーは素顔について飽きられてきていたし、音楽そのもので勝負する時期に来ていた。素顔になる心構えはできていて、あとは寺院の気持ち次第だったと後年に明かしている。代表曲、デトロイト・ロック・シティに象徴されるように、特にデトロイトで絶大な人気を持っていたが、バンド自体はニューヨークで結成されており、 デトロイト出身ではない。同じく代表曲、勇士の叫びの最初のメロディは日本でも馴染みが深く、浦和レッドダイヤモンズのサポーターによるちゃんと、ウォリアーの原曲となっている。また全日本プロレスなどに参戦した、プロレスラー、スティーブ・ウィリアムスの入場テーマ曲でもある。彼らの影響力が強い頃に見つけたバンドとして、バンヘイレンがある。 ジーンが出資してデモテープを作らせ各レコード会社に送付したがどのレコード会社も興味を示さなかった逸話がある。ジーンは同バンドのベーシストであるマイケル・アンソニーと顔が似ているとされ同一人物に思われていた時期があった。キャノンのカメラ EOS キスデジタルの2005年から2006年の CM で西洋人の子供4人が顔に キッスのペイントをして歌詞こそ違えどラビンユーベイビーを歌うというものが放送されていた週刊少年マガジンにて連載されていた先駆けクロマティ高校にはキッスのパロディキャラクターが登場していたオープニングアクトありがとうございます